あと5分でならなくちゃ東京の劇が始まっちまう。
しか試してやるよ。収穫するのはレモン、マッキーのレモン。レモンは爆弾に開花する。レモンは東京市の劇場に仕掛ける。このレモンは本当に爆発する。俺が起こした爆破事件のせいで東京とても爽やかな匂いがするんだ。気分が良くなった俺は、俺ならお前を東京に呼べるってもんだ。俺はお前の憎むもの全てを力ずくで削って素手でお前の好きな動物の形にしてやるよ。この指がズタズタにちぎれる。爽やかな匂いがする。エグレタハックライがマークに脈打ち、お前の名前のリズムのビートで叫んでいる。午前6時の太陽を差して霧の花のような可愛い汗が訪れる。それは本当のまま叫ばれただけ。俺の瞬きで起きた風がやがて大きな台風となって外国に全てを滅ぼすだろう。俺とお前がこの星にポツンと残ったらそれが嬉しい。特に僕のことをいつだって食えるように見つめてくれる女の子がいました。それがナオミです。彼女も演劇学科の同期で、いつもニコニコ笑っていて口下手ででも芝居が好きな女の子でした。けどね、彼女はね、芝居があんまり上手くなかったんですよ。芝居っていうのはね、基本会話なんですね。言葉と心のキャッチボールなんです。自分の素直な気持ちを言葉にして相手に届ける。で、相手から届いたもので丁寧に受け取る、受け取って感じたものを素直に返す。これをね、いかに当たり前にかつ丁寧にやるか。彼女はね、それがね、まずかったんだな。なんかね、いつも演出家に怒鳴られてたんですよ。会話なんてない。僕はね、大学出たら、夢を追って、芝居を続けたんですけど、ね、正直、あんまりいいチャンスは巡ってきませんでした。大きな劇場に立つ機会はあったんですよ、なんか。でも、もらえる役はアンサンブルとのみ、その他大勢ですよ。会話もね、セリフも片手で数えることくらいで。でもね、彼女もすごい喜んでくれたんですよ。たまたま同じ劇場で、僕は手つきでモヒリをやってたんですね。で、子がね、俺のこと尊敬の目で、尊敬してくれるのがすごい嬉しくて、なんか、まだまだ自分も捨てたもんじゃないって、すごい嬉しくなって、それがきっかけで付き合いだして、で、芝居もいよいよこれからだっていう時にね、親父が倒れたんですよ、心臓の病気で。これ長男だったんでね、いつまでも好きなことやってねえで、稼げねえなら帰ってきて田舎の田んぼつけって言われましたよ、実家の家族から。それでね、彼女も聞いてみたんです。何もないところだけど一緒に来るかって。それで、何言ってんの、あなたには芝居でしょ、芝居続けなきゃ、そう言われたら、とても残るつもりでいました。けどあいつ、私も一緒に田舎行くって言うんですよ。俺の夢もここまでかって思いました。それからはね、自分の夢だけじゃなくて、家族のために生きていこう。これがね、俺の新しい夢になったんです。まで何もやってなかったんで、脳で難しくて、
田舎の人間関係っていうのが戸惑ってるみたいで、しんどくすぎゃよじゃないですか。それが得たくない、あのおじさんが嫌いだとか言い出して、まあね、早く孫の顔を見せろってせかまれたのもプレッシャーだったと思うんですけど、でもね、東京にいる方だって子供が生まれたら名前何にするなんて冗談言ったりしてて、それは子供の話すると聞きたくない、あなたは無神経だなんて非正をする、私はこんなに合わせてるのにあなたは何をしてくれてるのって、人のことを責めるようだって、じゃあ家族になじませよってその一心で実家への投稿を提案したら無理、それだけは絶対無理ってすっごい勢いで否定してる。その頃にはね、会話が少なくなってて、農民が何考えるかさ、やっぱり分からなくなってました。その相手選んだ方がいいのかなーなんてね、思いがあったのも事実です。だってそうでしょ、あっちはね、無理って言うんですよ、実家の父ちゃんは絶対無理って。どうしたらいいかなーって悩んだ時、でもその時にね、ナオミがあいつが認識したって言うんですよ、ついに子供ができたって嬉しかったです。ついに俺たちも本物の家族になる、そう思った次の瞬間ね、殺すっていうんですよ。一気に心臓冷めてるのが分かりました。なんでじゃない、なんでそんなこと言う、やっと俺たちの夢が叶うんだよ、俺が浮気してるから仕返しのつもりだろ。え、じゃあさ、今までの努力って何だったんだよ。今俺たちの夢叶えるためにここまでやってきたんだよ。合わせんじゃない、なるんだよ家族に。けど映像は聞く意味もなかったか。しょうがない、しょうがなかったんですよ、俺たちはうまくいかなかった。結局あいつは周りの反対を押し切って殺して離婚して、まあ、俺は再婚したけど、あいつはなんか殺した子供がまだ生きていると思い込んで、ぬいぐるみのことをこう言うそうです、勝てるって。困りました。改めて伝えようと思うと、何か言うかさっぱりわからなくて、素直な気持ち、
実はね、届いてんです。手紙、あいつの。連絡取ってもらえないかって主治医の先生に言われたのに送って起こしたんです。いやー、開けるの怖くて。だからまだ言ってないんですよ。だって嫌でしょ、自分の絵のライブが必死で書かれた手紙なんて読みたくないでしょ。そうでしょ。でもね、捨てるわけにもいかないし、まったく、とんでもないものを汚してくれましたよ。いや、こうやっていつも完成形を目指して流れていく。心を超えることが愛であるならば、僕にとって愛は丼の丸であり、点に始まって丸に収まる。丸と丸が重なって八の字になって、八の字と八の字が重なって螺旋になって、螺旋と螺旋が重なって DNA になって、果てしなく深く暗く深く深く暗く音もなく静かな場所と、限りなく広く高くどこまでも続くような場所が重なった始まりと終わりの点から、そこから世界を眺めたとしたら、その時は上から見ればそれは右回り、下から見ればそれは左回り、どちらでもあり、どちらでもない。北半球では右回り、南半球では左回り、それはどちらでもあって、どちらでもない。生きるから死ぬのか、死ぬから生きるのか、食べるために生きるのか、生きるために食べるのか、殺すから殺されるのか、殺されるから殺すのか、それはもうどちらでもあって、どちらでもない。もう何にも分かんない。何にも分かんないっていうことだけは、よく分かってる。確かなことが一つだけある。それはやがて誰にも終わりが来る。ストップウォッチがアラームを鳴らす時が来る。繰り返すサイクル、変わらないサイクル。それは早歩きかもしれない、ゆっくりかもしれない。誰もが確実に一歩一歩死への階段を登っている。力強く踏みしめなければ足跡すら残せない。やがてストンプが重なりピットが生まれる。やがてハンマーが連なりロックが転がります。やがてハストンプが重なりスピットが生まれる。やがてハンマーが重なりロックが転がります。だけど本当は何もわからない、信じたくない、認めたくない。そう声を言ってしまった方しかこの声を聞いていないとは絶対に書けない。とても街の隅から隅まで自転車を見続けて日々を捨てない。周辺はしばらくそこで待機です。秋の夜空に無線を飛ばした周辺、次の人生からオーダーが来るまで、次の人生からお前にオーダーが来るまで、今度は俺が次でもってお前との前にほっこり現れる。その日まで周辺はしばらくここで待機です。いつか再会するその日まで向こうで安心して暮らせるように、もっと行きたかったですよ、おじさんって激しいさせてやるくらいに、俺はストンプを繰り返しピートを鳴らそう。こいつとハンマーを重ねてロックを転がしていこう。俺はストンプを繰り返してピートを鳴らそう。俺はハンマーを重ねてロックを鳴らそう。やがとに達成する命の脈を砂漠の脈で捉えた全ての無常の脈を発揮しました。明日の時の方法
ボーイ編夜の部を始めます。イエーイ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 。イエー
始めてもいいかな。いいよ。ありがとうございました。じゃあ、イレイボイス始めます。じゃあ、1曲目、斉藤和義の歩いて帰ろうです。美味しいカレーも食べれて、もう最高の夜にしたいと思いますので、1曲精一杯歌いたいと思います。2曲目聞きたい方は、バンドをやってまして、 VOBA、 カタカナでもいいんですけど、ボバボバっていうバンドをやってまして、今インターネットの時代なので検索してみたら一発で出てきますので、よかったら名前を覚えて帰っていただけたら、僕も来た意味もちょっとあったかなと思います。それでは歌わさせていただきます。いつかお姫様。あいつは何でもできるすげえやつだ。周りは群がる
トイレの鏡映る僕を見たさ。こればっかはどうしようもないことさ、とっていかないこないさ。才能は比べるものなんかじゃないけど、喉から手が出るくらい悔しいのさ、yeah。 次に生まれてくる時は目は大きくて鼻も高い、いい男になりたいけど、今はひどくて温かい、だからいつものように歌うのさ。心が広くて温かい、いい女にモテるならば努力は惜しまないさ。いつかは出会う君のためならそうさ。忘れちゃダメさ、これだけはダメなのさ。強くて温かい心は胸の中に、そして僕は変わるのさ。才能は比べるものなんかじゃないから、もがく僕は君のステージへ登る。いつも通りの僕だけど、いつもと違うさ。だから今は素直に笑えるさ。美味しいお店に行きましょう。いい女にモテるならば努力は惜しまないぜ。いつかは出会う君のためなら、よろしくお願いします。夜の彼方に響く排気音が僕の心をひどくかき回した。何が足りなくて何が増えてくのか、何が満たされて何が減るのか。月は今夜も何も言わず僕らを悟り切った顔して見下ろしてる。一番星は黒い雲の隙間で水に切った街の上輝いてる。何か飲み込んで何か吐き出して、その繰り返して何か分かるとしても、せわしなく言葉が浮かんでは消える。あてもなく繰り返したもうそのあと飲むだけの朝の日から、少しは前に進めたのだろうか。ふやけた頭の中見る夢は、君の住む街にも届くだろうか。
は僕の心を通り過ぎて消えた。トマト。失った者たちを救済したいってそんな彼それでは話じゃない。何度も言ってないね、ヒロキは本当にそんなそんな真剣じゃねえよ。ただ雑草が心を覆い尽くしている。破壊と再生どちらもナチュラル。どんなにどん詰まりの夜だって君の髪や爪は伸びる。あそら俺も今日もハッピーにうんこをする時でしかなかったよ。そんな夜にお前がしたうんこの上にいつかきっと花が咲く。タイムマシンがあるならば心の俺にそれを教えてあげたい。今君に伝えよう、僕たちが包んであげよう、包んであげよう君の心の瓦礫を、僕たちが包んであげるよ。あとは殻を破るだけ、あとは殻を破るだけ、それは僕にはできない。君が破らなければいけない。君が破らなければ君は生まれない。君が破らなければ君と絶対に生まれない。泣きわめげ命を叫んで、そしていつかまたあの海を見に行こう。その時は僕も一緒にいるよ。 You stand by me, I stand by me。自分をリンクさせることをとてもおこがましいことと思いながら、あなたのことを思っているとき、僕は自分のことも思っている。あなたのことを考えているとき、それはまるでコインの裏表、それはまるでまるで矛盾する。君の幸せを考えるあまり暴走する、このエゴイズム。僕の幸せを考えるために瞑想する、リレーションシル。さあポチポチポチまで行こうぜ、浮かれるなその道をどこまでも早く。まるで見てたらつなげるけれど、死ぬばかりし知ったばかりにてならねえないんだ。雨上がりの空にかかる虹を知ったばかりにてたら見えないぜ。 You stand by me, I stand by you. 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 ずっと君のそばに僕たちはいるよ。これも何を知っているというところから始まったんですけど、多分でも今日もこうやってちょっとね、あの先々週のガールの時には家族の風邪をひいて、2週間後の本番では俺が風邪をひくっていう態度を立たれた感じになってるけれども、多分でも今日も今日とてまた一つ面白い夜になっていくんじゃないのかななんていう予感がしながら、薬が効いてきて眠い中薬が効くんです。明日も4時に起きていこうかなと思うんですけれども、それでも多分、俺のライブが終わった後だろうが、この夜が終わった後だろうが思い出すんだろうし、それについて多分先に言っておくけれども、明日の朝にはこういうぜ、マジで昨日は半端ない。だって起きた瞬間頭いて迎えさせて決めた遊び、今夜も一番通りに仲間に集まって、ショットで消えなかったって、そこから先は覚えてないってか、まだ現実に戻りたくない。笑っても大根だと思うか、飲むなら何か戻ってくるぜ。残ってたっけ振りたきら、無理して死んじゃ元も子も、それがこの頃怖いな。だって言えてたぜ、仕事始めたとか聞いてたぜ。そういや8月以来だもんな、今夜はリハビリみたいなもんか。彼氏はまだ付き合ってるの、次は結婚無理だけど、だけんなリア充もうマジで死ねよ。それより誰か紹介して、今夜はテストも効果だから、
何を求めるでもなく空中でまだ汗の笑い声にまみれて俺はそんな声
何を見るのでもなく、何を聞くでもなく、何を求めるでもなく、それでも無意識の向こう側に真理があるのだとしたら、おそらくダンスフロアに降り注ぐ未来という名の可能性の雨音に耳を澄ませているのでしょうね。レイクマンのブルー。おかげさまでパーティーは順調さ。知った顔の仲間や知らないけれどこれから仲間になるやつよ。知ってるけどよく知らないやつ、久しぶりに会うやつ、初めましてのやつ、いつもと同じでいつもと違う夜を求めて、俺もそこそこにここに行ったら知った顔になってきてね。最近じゃあ中学生にリリックのワンフレーズでいじられるようになってしまったよ。そうやってそうなるまで続けてこれた、続けさせてもらえた。それでも仕事と家庭と音楽のトライアングルで重心を踏み間違えて、いっそ全部ぶん投げられたら、いっそ最初からこんなことを始めなければ、こんな面倒に巻き込まれずに済むのに。ああ潔くマイクを置いたあいつが羨ましいよ。そう思ったことが俺になって何度も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 あるさ。だけど最後トアの締まりにはまた来ますの一言にどれだけ救われただろうか。諦めにも似た突然やめられないんだからの一言にどれだけ背中を押されたか聞こえるだろうか。聞こえるだろうか、その一言が。聞こえるだろうか、その雨音が。聞こえるだろうか、そのステップが。聞こえるだろうか、終わらない夜が終わっていく音が。聞こえるだろうか、聞こえるだろうか、聞こえるだろうか。ステップは闇、談笑も鳴りを潜め、タバコの火種がチリチリと鳴く音さえ聞こえそうな生活。それでも DJ は静かに笑って針を落とし続け、グラスと吸い殻を集め、寝ているやつを起こし、誰かが床にこぼしたドリンクを吹き、終わらない夜が終わる瞬間。それでも DJ は静かに笑って最後の曲に針を落とし続ける。俺はそんな光景を眺めているのが好きで、何を見るでもなく、何を聞くでもなく、何を求めるでもなく、アンドロイドは電気羊の夢を見るのだろうかわからないけど、俺はこの街でそんなダンスホールを夢見て、聞こえるだろうか、聞こえるだろうか、ここにはいないけれど彼をつまびくギターの音が、聞こえるだろうか、ユリコのゆりかごの触れる音が、聞こえるだろうか、11時59分59秒の秒針の音が、聞こえるだろうか、デリライト感謝がつまみ飲みと注がれたぶつかるグラスの音が、聞こえるだろうか、聞こえるだろうか、しまいピアノ一言、お別れ際後ろ髪をひとく聞かれるあの一言が、聞こえるだろうか、聞こえただろうか、聞こえたんだろうか、聞こえてほしい、聞こえてほしい、聞こえている、聞こえているよ、聞こえているんだ、また一人に戻るよ。私はあなたが笑ってる方がいいよ。俺笑ってみ寂しくなくなっちゃうから、寂しかっただけでしょうよ。なんて顔してんのよ、笑えねえって言ってまだ拗ねてんの。だったら私が愛しに行くから、そこで待ってろ。生まれたまんまの姿で愛しに行くから、考えてばっかりして日が暮れちまうぞ。いいんだよ、あんたのせいじゃないから。誰かな、誰のせいかな、神様だな。今私が神様叱ってやっから。
神様、あんたは幼い、弱い。この星に何億年いんだか知んねえけど、ちょっと信じてもらえないぐらいで泣いて、ちょっと傷つけられたぐらいで怒って、言葉も持ってねえくせに、何にも伝えらんねえくせに、すんに私たちのこと殺そうとする。どうせまた同じことやんだってな。どうせやんだってこんなちくちょこじゃってんねが、バカにしやがってよ。悔しいよな。だけど考えてばっかりだって日が暮れちまうし、大丈夫、この星には私たち女がいるから、かまねえよ。神様連れてこっつの、抱きしめてやっから、さあおいで。私たちの命を洗え。目が覚めても弥生ちゃんはいなくて、神様を殺せなかった僕は鬼になってしまいました。だから遺書を書きました。人間って1日30万回思考するらしいんですけれども、だからこうやって何かを書くときっていうのは、もう何ヶ月も何年も同じことをずっと考えるわけです。それこそ100億回ぐらい考える。そのくらい考えると未来になるんだって。これは俺が1兆回考えた物語。俺たちはまた一緒に生活をする。暮らす。平日の夕方、汗まみれて帰った俺に、君はお帰りっていう。間に合ったね、好きなテレビ始まるよって言って、12チャンネルではガンバの冒険の再放送をやっていて、俺は一生懸命見る。君はラジオをつけながらキッチンで一生懸命ジャガイモを茹でている。偶然かかった映画音楽にテンション上がって、俺の名前を何度も何度も呼んでいるけれども、俺はテレビに夢中。一番特別な日はクリスマスでも誕生日でもなくて、一番日の長い日。電気をつけないでコップにろうそくを浮かべて、二人で唐揚げを食べる。揚げたてだから口の中をやけどする。それを俺はビールで冷やす、君はハイボール、氷は普通のやつじゃなくて丸いやつ。窓際のガーベラが夜に照らされて青く湿っている。眠っていた猫が短い尻尾を立てて伸びをする。街中の小さな命がよみがえって、君のための歌が聞こえてくる。それは本当はアパートの隣のコンビニから漏れてくる雑音なんだけども、俺にはそう聞こえる。君は眠っていて気がつかないけれども、俺は起きていてそれを必死で覚える。また何でもない朝が来て、自転車のチェーンが外れて君が笑う。これが俺が一兆回考えたものだ。どうかな、つまんないと思う。何にも起きてないの。こんなの好きになるのなんか君しかいないよ。当たり前だよ、全部君の好きなもの、全部君の好きな色、君の好きな動物、ちゃっかり俺もいるけどね。ごめんね、地味で。だけどこれが俺たちの未来なんだよ。だから俺は死なねえ。だけど死ぬほど好きです。俺の子供を産んでください。俺はその子供に名前をつけて世界を救う。君の名前を思うたび俺の心臓に血が流れる。いてもいなくても大好きだよ、弥生ちゃん。僕の大好きな友達、リブ君です。次歌う曲は浮かんでっていう曲なんですけど、愛も友情も恋も恋愛も浮かんでは消えて、日々
流れていくわけですけど、僕はここの石巻に来て、なんか空を見上げるたびにいつもなんか情景が浮かんで、それは笑顔なんですよね。石巻に行くとすごい皆さんの笑顔をもらって、まあすごいベタな言い方ですけど、僕はすごいいつも元気もらってます。で、やっぱり被災地ということで、ここに石巻に来るにあたって僕はすごい葛藤とか迷いが自分の中であったんですけど、この R を通じて石巻には足を運んで、いつもその浮かんでた葛藤や悩みが消えつつあって、消えたらいけないかもしれないですけど、もう石巻で楽しく遊べばいいじゃんって思えるようになりました。それは多分皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。やりたいなと思った時に、石巻に最高の友達いるんで、ちょっとリブ君一緒にやってよって音源ちょっと振ったら、すごいかっこいい超絶ラップを入れてきたんで、楽しみに聴いてください。浮かんで、浮かんで消えてゆく、浮かんで流れゆく、浮かんで消えてゆく、浮かんで流れゆく。僕は君に出会い恋をして、僕は君に触れ愛を知る、流れゆく日々に追いつけずに散りゆく花びら世界を舞う。悲しいことがあって憂いゆく日々もあって、悲しい歌があって優しい歌があるよ。
のリブくんです。おめでとうございました。リズム役所そうです、じゃあ R10、またこれからも続けていきましょう。本当に今日はどうもありがとうございました。ウエストマラーズ、次で最後の曲です。今日はボーイ編ということで、最後僕たちからボーイという曲を皆さんに送って帰りたいと思います。昼間も話したんですけど、石巻に僕が初めて来た時は、僕すごい音楽をやめたいって思ってた時で、ブラッシュというユニットをやっておりまして、そこで呼ばれてきたんですけど、楽しく歌えなかったんですね。でその頃本当にもう全て投げ出して帰ってやろうと思ったんですけど、その時矢口君の目を見て、帰っちゃいけないと思って、苦しくてライブしたんですけど、それからまたこうやって何回も呼んでいただいて、で石巻をきっかけにヒロキンとも出会えて、一緒に今楽しくやれてます。キックもそうなんですけど、こうやって素晴らしい仲間と今音楽をこの場でやれてることに僕はすごい幸せを感じてます。もうそれだけで僕は生きた価値があるんじゃないかと、大げさと思いますけど本当に自分でそう思ってます。その時の自分にそのままでいいんだよっていう語りかけてる曲です。聴いてください、ボーイ。たたずむ
どうもありがとうございます。